フランス強化されてさらに強くなってる。どうも皆さん、クーさんです。強化されたフランス戦車を使いたい？ならば今日から君もフランス信者になろう。どうも皆さん、ペペシペです。またフランスが強くなっちゃったか。やあやあ無理さだぜ。10月の BR 調整にて AMX50 が情報修正されたぜ。火力面では有利なフランスがますます強くなった感じだね。内容としてはどんなものなんだ？では公式からの引用で説明させてもらうぜ。10月のバトルレーティング BR 以外の変更内容を記載しました。AMX50TO99131 時弾薬格納化の装填時間を 6.7 秒から 4.0 秒に変更しました。は？4秒ってお前。他のフランスのオートローダー車両は4秒台なのに、AMX50 だけは 6.7 秒だったから不遇なのと、他のオートローダー車両でいいやって選ばなくなるしな。足回りとかはいいんですけど、リロード速度が遅いと逃げられちゃうんだよね。走行は BR 的に薄い方なので頼りにはなれないかな。初動の加速力とか前進、後退速度は、全然いいので扱いやすいかな。そして今回はトップマッチ、敵車両はドイツなのでもう、フランスの恨みをた、振りを返しできるね。毎度恨みを返しされるドイツくん。このマップでドイツ相手なら B、C 拠点周りに来ると思うから、マップの偵察された敵車両を見ながら狙っていくかの。早速敵車両が来たな。やべ、2体だけ切った状態だと分が悪いから、一度隠れながら様子見ようかね。ついでに敵の視界と音を奪うために、攻撃支援もペッペさせてもらうぜ。こっち見ていなければ砲塔周りを抜いて、撃破できそうではあるんだけどね。あの砲塔角度だと弾かれそうだから、機銃撃ってこっち向いてもらおうかね。そいや、いくら100ミリ砲でもさすがに車体は抜けないか。さすがに傾斜走行で分厚いとなると無理ではあるな。と思ったら爆破試算してくれたカラオケ丸。あれ？なんでティガーの H 型おるんや、と思ったら E 型のティガーだったわ。E 型は BR6.0 に上がったのもあって、BR6.7 デッキにも入るようになった感じかな？ BR6.7 でボトム引いた時の絶望感がすごいだろうな。ティガーは BR5.7 でも良かった気はするけどね。ティガー H と E って大差ないからどっちにしろ餌だしの。BT76B でヒーコラ言っていたやつが何言ってんだ。C 拠点は安定してきたから B 拠点側見ておくかの。B 拠点にいた味方が倒されていたから、敵車両が近くにいるのは確実ではあるしね。慢心して正面しか警戒しない近体はうねうね。これで B 拠点は敵車両がとりあえずいないかな。マップ見る感じ敵車両が C 拠点側に向かってそうだね。だとしたら側面警戒しないで拠点取りに行こうとする敵車両を倒しに行くかね。今いる位置を攻めてくる敵車両がいないのが不思議だな。私からしたら側面取り放題のバーゲンセールだからいいけど、後退速度が遅いドイツ車両が死角が多い場所には行きたくないってのもわかる。後頭後部はワンパンできるから。もう気が狂うほど気持ちいいじゃん。C 拠点側がいつの間にかすっからかんだから急行しているけど、もうすでに敵車両が拠点周りを陣取っている感じなんだよね。それは結構厄介な状況だな。 C 拠点周りってタンクとかあるから死角多いんだよね。マップで見る感じこの辺りに重戦車がいるみたいだけど、重戦車は近体だろうと察していたけど、マルダーまでいるなんて聞いてねえ。気が疲れる前にとりあえず逃げねば。バリバリ気が疲れていたけどな。絶対倒すマンの対戦車ミサイルも飛んできたしの。対戦車ミサイルさえ外れたらリロードまでに余裕はあるから、私の賭けや。相変わらずドイツのエンジンは聞き取りやすいの。左側に確実にいるのは分かっているんだけど、なかなか姿を晒してくれませんね。居場所が分かれば周辺に砲撃支援ペッペして視覚と音を奪って距離を詰めたいところだけど。お、今ちらっと近体が見えたな。はいはいはい、ならば向かっていくであろう方向に砲撃を置いて壁側で待ち伏せしようかね。こっちの位置を探っていたから多分さっき倒されたプレイヤーだろうな。ずっと同じ位置にいるわけないじゃない。ちょっとさすがに無警戒すぎんだよな。この位置でドンパチやりすぎたし、煙幕巻いて一度移動しようかね。C 拠点周りに味方がいないから座っているけど、敵も C 拠点取りに行くの警戒してんのかな。お、近体の車体見えたわ。コンテナが邪魔でしっかり車体見えないな。まあ大体こんなもんだろう。エンジンは壊したし砲塔回転するまでにはこっちのリロードは終わっているから、よし、この様子だとまだ敵車両出してきそうだな。さて、まだ敵車両は来ないかな。砲撃支援落としている感じ警戒されているのはわかるな。お、ドイツのパプトンはちょっと珍しいな。今はストアから消されたんだっけか。まあ購入している人もあまり見かけないけどな。あれ、パットンってあんなに柔らかいんだっけ？ラッキョウ砲塔だから物理弾結構低いイメージだったけどな。C 拠点に入っているプレイヤーはいないようだけど、このまま拠点を餌にして敵車両は無理だろうかな。敵の位置把握が限定的になるから、それはそれでありかもな。お？これは入ってきた感じかな。拠点内で味方が倒されているのに無警戒で拠点取りに来るって正気かよ。ドイツ系車両の方針は見えているけど車体が見えないな。お？ちらっと見えたから大体の車体位置は把握できたかな。砲塔に綺麗に刺さったから良かったわ。敵車両の音も聞こえないし、このまま C 拠点キャップしちゃおうかね。Later. B 拠点が敵に取られているから急行しているけど、多分この位置から見えるはず。バッチリ見えたな。鉄骨の間からシュー。なんでそんなところから弾通せるねん。Later. 右側の窪地に敵車両がいるんだけど、深く足りるかな。この窪地だと深く足りるか微妙なところだな。おっふ、全然足りないから突っ込むしかない。これはちょっとヤバいんじゃないか。理体さえ切れてくれればまだ正気はあったけどな。と思ったら交代しながら旋回しているからこれは勝ったわ。そしてちょうどよく試合終了。
ってことで情報修正された AMX50 を使ったけど、ソ連相手じゃなければ普通に強いわ。エンジン馬力も1000とか高馬力だから、昔のロレーヌ40トンの再来って感じかもな。機動性と交換鉄とリロード速度で、相手を瞬時に倒していく感じだろうね。ただ陽動砲塔だから停車した時の安定性に欠けるのが注意が必要かな。ってことで今回はここまで。楽しい。また見たいと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ベルマークも忘れずに。さよなら。